ビーバーの赤ちゃんが5月11日に2頭生まれました。赤ちゃんの毛はとても柔らかく、ビーバーの特徴の尻尾も平べったい尻尾もちゃんと立派についています。かわいい。あ、こっちにもいる。かわいい。で、昼過ぎぐらいにだいたい子供が出てきて泳いでると思います。で、お父さんお母さんが一生懸命子供を巣穴に戻そうってする姿が可愛らしいです。はい、ぜひ皆さん見に来てください。